ハーフマラソンでどのぐらいの距離かな。上り坂がたくさんあるか、質素があったらいいな。もしこれは皆さんが考えていることなら、私と一緒に香港ハーフマラソンを試走しませんか。これは2017年にハーフマラソンを走りながら撮った映像です。ご参考してください。ハーフマラソンの起点は空論の鎮沙中ネイザン通りです。ゴールは香港島のビクトリアパークです。一番難しいのは海底トンネルを出る後の上り坂です。さあ出発しよう。まずネイザン通りを走ります。まっすぐの大道です。車がない道で走って気持ちいい。え、何？私はなぜマラソンを走るの？じゃあ2012年の時をさかのぼりましょう。2012年、いとこは東京マラソンを走る経験を私と分かち合いました。彼は走りながら東京の観光名所を巡れで、支援者からもらった美味しい食べ物をいっぱい食べました。あんな面白い経験も私も体験したいな。だから2013年の10キロコースを目指して2012年から練習し始めました。もう1キロを走りました。3キロを走った後はとっくに疲れますが、諦めないで頑張ってだんだんうまく走れるようになってきますよ。左に曲がって練習道に着きました。これからの上り坂はちょっと大変だけど、腕はもっと下げて後ろに強く引いて踏み込むことができると言われています。あのね、私は練習を始めたばかりの頃、体が疲れやすくて足も大変痛くて、こんな大きな痛みは体験したことがありませんでした。何度も痛すぎて休めなければなりませんでした。体の回復を待っていた時、心配して私の足はもう壊れたかなと思っていました。でも次から次へと痛みに耐えて、筋肉が強くなって、肉体的な忍耐力だけじゃなくて精神的な忍耐力もつけてきました。トレーニングと体の状況はどのように組み合わせれば良いかという知識が増えていって、自分自身のことをもっと了解して、必要ない恐れが少なくなって、自信も少しずつつけてきました。6キロの後は前段の上り坂が終わりました。向こう側の選手はもう折り返しての隙、海底トンネルへ走っています。10キロの後、待ち望んでいる海底トンネルはもう目の前だ。トンネルの近くはたくさんの人が応援して食べ物ももらえます。13キロを走って朝ごはんを食べてもお腹が空いてしまうんですよ。チェリートマト、おいしかった。人生もマラソンを走ることみたいでしょう。痛みに耐える時もあるし、もうダメだと思う時もあるし、何もないように思える時もあるんだけど、主は新しい明日へ道を作られることを信じています。神様は不可能を可能にします。私はいつも血圧がひどいくくて待ちて倒れて入院したことも何度もあって、でも今回はもう私の第2回目のハーフマラソンです。神様の恵みによって奇跡は本当に起こせます。奇跡といえば、今回のハーフマラソンに不思議なことがありました。ちょうど海底トンネルを出るばかりの頃で起こりました。ほら、海底トンネルだ。
勢の選手は叫んできます。生命力あふれた声はトンネルに響き渡って、すごく感動的な場面だ。海底トンネルを出る後の上り坂は一番難しいです。でもちょうどここに不思議なことが起こりました。あの時私はひたすらに坂を登って、特殊にある男は私に頂上と叫びました。私はもう死ぬほど疲れて、何事が起こったのは全然わかりませんでした。そしてあの人は君の手にいるよと私に言いました。私は自分の手を見て、本当に頂上がいました。私の初ハーフマラソンは完走できませんでした。諦めどころはちょうどトンネルを出る後の上り坂です。今回も完走できるかどうか自信がありません。この長女はもしかして私を応援してくるの？一番難しいのはもう乗り越えました。まだ4キロです。最後の1キロ。恭喜大家順利完成我哋2013年嘅渣打香。